完全にこんなことになるんですか。重かったですかね。すぐ笑いやる。スピード出しすぎ。寿命踏んだすかね、なんか。でも、こんな空いてるからね。良かったっすね。動いて急になんかね、変な音鳴り出したから、やっぱ初めてやで。なんでこんな座り方するんですか。もう出ない。いや、入れてたのにこんなことで新潟のどこぞも分かんないところでこんな高速で立ち往生。いや、だるいっすね、これ。これはクソだりは。ほら、みんなプルンプルンしてる。何これ、タイヤの中のぞけんじゃねえの。うそー。こんなことある。ちょっとうんこしたくなってきてこんな体勢取ってるからか。ちょっとそれやばいっすね。もしこれ下歩いてた方が早いんじゃないの。帰ろっか。スペアタイヤってどこに入ってんのやろ。ここでホイールチェンジしてくれるんですか。スペアタイヤやってもちゃんと買わなあかんやタイヤ。なんでやろな、変えてもらったとこやのにな、車検で。確かに。あ、それタイヤも変えたんですか。タイヤも変えたよ。え、前だけね。もともと前やったやつを後ろが、後ろ2本のやつ。ダメだ、パンクの影響で車体が沈みすぎてて下が見えない。中にはないよな。中にはないんじゃないですか。中はなかったよ。中はないんじゃないですか。よかった。もうないか。ガソリンあるし。何時間かかるか教えてほしい。2時間。まあまあ、そうやな。そんなかかるのか。3時間。3時間予想します？うん、3時間って言われた。うっそ。飯でも食いに行きます。無理や。絶対に無理や。3時間待ちか。何します。スマブラマンで。ああ、スマブラしますか。一周年スマブラやつはさっきスマブラあるし、YouTube もあるし、何でもできるから車中泊してる。確かに。よかった、そこに救われた。これ俺のせいか。え、俺が持ってるから。お前持ってる。今日こういう持ってるいらなかったっすね。え、そうなの。欲しかったっすか、こういう持ってる。うっそー、初めて。なんでこんなことになったんだ。俺も初めて。なんで俺がこんな目に遭わないといけないんだしん。だしん。だしん。一日潰れるな。こんな中日で。お前何しに来てんな。ほんと俺何しに来たんすか。体重交換してもらいに来た。スマブラしに来たんだけど。スマブラしに来た。だけど、3時間やん、ちゃんと10時に過ぎたわ。またしました、よろしくお願いします。気持ちいいなー。めっちゃうまいやん。そう、俺おしっこしたかったんだ。俺たちこれ走っておかじゃないといけないですよ。ステッカーされてくるのは。あ、だからそれ、マジで。お菓子をする。その感じ。割と遅かったのかね。それって意味ないよな。それもめっちゃ意味ないし。誰も追いつけないね。ダメだ、でもダメ、やばい。やばいよ。探してる。持ってました。なんか鍵一応持ってるかどうか聞いてみたい。やばー、やっほー、すげえ綺麗。
車で入ります？いい、やばくはないんじゃないですか。石川でさ、浜やばい、これやだ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 やばいかもしれない、やだやだ、どうしようこれこれさ、同じとこ欲しいんだよ、やばいちょっとやばいやばい、嘘、幼くねやば、嘘やろ、やばあっちゆっくりな、ガチやばいわ、ハハ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 、遊べね、砂まみれや洗車もしてもらおうよガソリン入れて空気圧抜いて洗車してもらって手回しすぎた、そうっすね、これタイヤ回しとこいついたんだよね、なんかこれちょあ、頼むね、あつい、あ、やばいわ、もう一回やってみて、どう、あー、はい、じゃあいらんわ、どうやって脱出するかな、音楽鳴らすわ、お前らほんま来てる、パンって絶対普通に寝れると思うなよこの裏マジで鳴らすな、何に入れた方がいいですかね、口に入れてない、何がおもろい、会えるやろ、腹立ってきてました、マジで腹立ってきて、すいません、本当にどういう心境なお前らな、辛い、先輩がこんなに仕事やってさ、変わりますあれや、あっちもあっちもよりなんかこれ噛むようにしろや、マジか、そうなんだ